さあ、それではお願いします。1戦目は終点です。さあ、カードはやはりルイージとロックマン。はい、では始まりました。ロックマンとルイージ。さあ、やはり豆主体のロックマン対して、さあやはりここは男は下ビーカーの着地で、しかしここは枯れない。さあ、ルイージのロックマン対策ってどんな感じですよね。さあ、ここはしっかり火力を稼いでいく。さあ、ここは一気に空中下の位からの火力で一気に55発まで稼いでいく。ルイージ非常に火力が高い。さあ、82%、しかし 82%、 55%。 さあ、豆で、しかしなかなか近づけないルイージ。そこはしっかりかわしている。掴みをしっかりかわしてますね、今の。さあ、うまい。これ空中、ロックマンの空中へ着地側に置くとだいぶ強いですね。さあ、 117%、 60%。 しかしロックマン、どうやって、まあ空中ショーでバーストできるんですが、さあどうやってバーストするか。おっ、掴めず。近づくとルイージに捕まれるので、近距離でやはり戦いたくはないですね。やはり浮いたところをしっかり空中ショーで刺してバーストしていきたいですね、ロックマン側としたら。さあ、逆にルイージと側としたら、最後までここまで飛ぶんですね。やっぱり近づいて下投げからのサイクロンで決めたいところ。これおそらく下投げサイクロンでバースト撃墜できるんじゃないでしょうかね。さあ、ここはしっかり、やはり中距離で戦っているロックマン。さあ、ここは後ろ投げしっかり掴んでいる。ダメージを狙っていくか。しかしこれは何、さあこれは後ろ投げ狙っていくか。しかしここはしっかりかわす、ルイージ側はかわしている。さあ、ここはじわじわとパーセントを貯めていくロックマン側。さあ、ここは回避上がりにしっかり空砲刺して、まず1ストックロックマン側が打っていく。さあ、豆の巻き方が非常にうまい。ここはサイクロン鳴らしていくルイージ側。しかし補正がなくなったため、おそらく地上ではバー撃墜はしないでしょう。さあ、豆の巻き方が非常にいやらしい、このロックマン。さあ、豆でなかなか近づけないぞ、ルイージ側が。さあ、空中まで。しかしこの豆、読み合い、様子見空いてるところにしっかり豆を入れて、相手になかなかペースを握らせない。さあ、ウムガロックはやはり豆の巻き方が非常にうまいですね。日陰さん、なかなか近づけないのでバーストができない。なかなか撃沈狙えないところ。これはさあ、じわじわと相手をなぶり殺してるような、そんな立ち回り。縄跳び首を絞めるという形ですかね、この状況。さあ、うまいぞ。バースト技も食らせない。さあ、これは非常に厳しい。さあ、なかなかバースト技もくくれないぞ、ルイージ側が。 140%、 119% がストックが1ストック差残ってる。さあ、ここは出してよ、切り込んで。あっと、これは事故ってしまう。
しかし 2% 差、150% 差、ルイジャワが風前の灯火だが、そこはジャックで暴れていく。さあここは空中しろ、しっかりやるで。一戦目のトラウンガロックマン、相手にほとんど何もさせませんでしたね。素晴らしい立ち回り、豆でほとんど完封しましたね。相手に何もさせない立ち回りでしたね。さあ2戦目カードは同じくルイーズ・ロックマン。さあやはり先ほど見る感じだとロックマンの豆に対してルイージがだいぶ苦戦してますね。やはりやっぱり近づきにくいっていうのはありますよね、さすがに。ただ1回掴んでからルイージの火力もやはりバカにはできないですね。ロックマンは重いので非常にコンボがつながりやすいので下投げからの火力一気に稼がれちゃうんじゃないかなっていう感じはします。さあここは下からの空中からの、ここはつかみには入らず、さあここは崖を背負わせている状況。しかしここはロックマンの豆でしっかり拒否していく。さあやはりルイージ側としては豆に何かしらのリスクをつけておきたいところ。しかし伊賀さんの豆の巻き方が非常にうまい、リスクをなかなかつけさせてくれない。さあ空中後ろ、空中に浮いたところをしっかり空中後ろで狩るのが非常にうまいですね。うまい。さあこれはこれは復帰は、ここしっかりメテオを決めていく、冷静。あそこでしっかり冷静にメテオを決めていくウナロックマン一族先生。さあ豆でしっかり相手に近づけさせない。さあここはしっかりウエスマン、うまいですね今の、しっかり画面見てる。掴んで下にから、ここは空中後ろで火力を稼いでいく。さあロックマン側がライン詰められたとしても豆で相手を圧倒している。そして浮いた時にジャンプでかわそうとした時にはしっかり空母で刺しているっていうタックをちゃんと持ってますね。非常にうまいです。さあルイージ側がどう近づくか、これはウィスマー豆は当たらないところにしっかりウィスマー刺して、さあこれはさあ立ち回りで圧倒しているロックマン側。さあここは浮いやはりジャンプでかわした分しっかり空母でかわし空母で対処してますね。さあなかなかやはりルイージ側が近づけない状況、しっかり横様に半角後ろ投げ。おっとこれは大丈夫、復帰できる。さあしっかりバースト拒否してるロックマン側、なかなかバースト技を当てられない。ルイージ側、さあこれはウエスマン、しかしロックマンが非常に重い、まだ撃沈にならない。あっとこれはウエスマン、まだ撃沈にならない、重いロックマン。さあこれはしかし、おっとこれは大丈夫、自分の横 B で激戦になりそうでしたが、しかしロックマンがやはり重いので大丈夫。あと戦場ってところもありますね。さあこれは崖つかまり、さあ 148%、 149%、 しかしストックが1ストック差、そしてなかなか近づけてもらえない状況。これはルイージ側非常に厳しい状況。これは横スマヒット、勝ったのはガロックマン。まさに完封という感じですね。